南方面へ向かう列車ホームと中2階ホールドオーベルビリエ駅はフランスパリの北側にあたるコミューンのオーベルビリエにあるメトロ7号線の駅パリの北側にあたるコミューンのオーベルビリエに位置しフランス国土2号線沿いにあるこの付近はオーベルビリエ、ボビニー、パンタンの3コミューンの境界付近にあたる1979年10月4日7号線の ポルト・ドラビレット駅からラクール・ヌーブユーメ・ミルヌフ・サン・キャラント・サンク駅までの延伸に伴い開設された。駅名は1843年に建設されたオーベルビリエ・トリデにちなむ。駅には4カ所の出入り口があり、うち2カ所はパリ交通公団のバスステーションに直結している。残る2カ所はそれぞれ国道と接続する。将来的には、 2020年から2030年にかけて開通が予定されているパリメトロ15号線が乗り入れ7号線と15号線の接続駅となる計画である2011年の乗車人員は345万5421人2013年の乗車人員は392万7340人でこれはパリメトロの駅の中では126番目の多さである パリ交通公団の路線バス134.15273.234248.250330系統の K7 系統が運行されており、夜間にはノクティリアンの深夜バス N42 系統の運行も設定されている。ありがとうございます。